やっと起きた。何してたんだよ今まで。ごめんなさい、少し夢を見ちゃってました。まあ何でもいいや、早くこの事態を終わらせよう。堕天使になっちゃったあの人、元に戻してあげなきゃね。褒めずフラゴさんならてっきり今すぐ堕天使をやっつけて褒めてもらうんだとか言うのかと。何それ、僕のことなんだと思ってるのかな。冗談です。私は今から堕天使になったナナさんと生存フラグさんを助けに行きます。破滅フラグさんはここで待っててくれますか。今回は私たちだけでナナさんを迎えたいんです。しょうがないな、どうせ今は神様もいないし。ありがとうございます。帰ってきたらビーゲンダッツをご馳走しますよ。クッキークリームある？もちろん。ナナを一人にしてしまったのはわしじゃ。言いたいことはまだまだあるじゃろ。もう我慢はせんでいい。本音を全部ぶつけてみせろ。全部言ったじゃん。うちは11だけが欲しいんだって。他のみんな消えて欲しいって。なら、なぜあの時泣いておったんじゃ。わしと二人きりになるのが本当に嬉しいなら、それが本当の望みなら、あんな顔をするものか。11は弱虫なくせに、思い込んだら頑固だよね。そんなんだから友達いないんだぞ。ね、オーラは貴様と死亡フラグと恋愛フラグと失恋フラグ。すっくな。うるさい。7は多すぎるんじゃ。わしだって、わしだってな、ナナの友達がわしだけならと少しだけ思っておったんじゃ。そういうのは早く言ってよ。今さら言われても、うちはもうこんなになっちゃったんだよ。今まで言えなかったからこそ、今全部伝えたいんじゃ。ナナと仲直りするために。黒い羽が散っておる。ナナの心の闇が少しずつ晴れて。だからもう遅いんだよ。何が遅いものか。11は何も知らないんだよ。うちは今まで何度も何度も11の友達を消そうとしたんだよ。死亡フラグちゃんが消えそうになったあの時も、お坊くんが無限ループした時も、さっきの夢だって本当は二度と覚めないはずだったんだよ。11の友達を殺そうとしたんだ。もうどこにも行けないんだよ。だから続きは目の中でしよう。くっ、ダメじゃ。この羽に包まれたらまた夢の中に。ナナは本当は怖いんじゃな。自分がやってしまったことが許されるわけがないと思っておる。わしが何を言っても誰かに責められるから戻ってこれないんじゃな。今のナナにわしは何を言ってやれば。そんなの関係ありません。死亡フラグ来てくれたか。今までナナさんが私に何をしてたとしても、私は今ここにいますから気にしません。口だけでしょ、信じられないよ。だとしても今はただ生存フラグさんの言葉を、気持ちを受け取ってください。死亡フラグの言う通りじゃ。今大事なのは、他の誰かがナナをどう思うが、ナナがこれまで何をしてきたかなど、そんなことはもう知らん。わしが聞きたいのは、今のナナが望んでいることなんじゃ。今のうちが望んでいることなんてあるはずじゃ。ナナ、うちらを置いていった11が知らない誰かと仲良くして、うちらとはもう顔も合わせてくれなくなっちゃって、ずっと憎かったんだよね。うん、一番仲良さそうな死亡フラグちゃんがピンチになったら、うちらを頼ってくれると思った。でも本当は死亡フラグちゃんなんて消えちゃえばいいとも思った。あの子モブオくんが好きなのバレバレだからさ。モブオくんを消したら
死亡フラグちゃんも立ち直れなくなるって思ってたのに、なんで助けちゃったの？もうちょっとだったのに。なんでだろう。わかんないよ。うちらは早く、ああなりたいのにさ。そう。うちと11以外の全部、なくなっちゃえばいいんだ。だってうちは、堕天使になった悪い子だから。こんなことを望んだって、叶うわけがない。許されるわけがないよね。やっぱり本当に二人ぼっちになりたいわけじゃなかったんじゃな。秀一、あんな風にわしらと一緒にいたいと思ってくれてたんじゃな。死亡フラグちゃんが羨ましくて憎いのは本当だよ。でも嫌いにもなれんのじゃろ。今ならナナの気持ちがわかるぞ。友達に囲まれておるナナが羨ましかった。わしにはナナしかおらんのに、ナナには他がいるのが辛かった。でも本当は何よりも自分のせいでナナまで悪く言われるのが嫌じゃった。きっと今のナナと同じ気持ちじゃ。うちは堕天使なんだよ。いろんな人を傷つけちゃった。うちが中一たちのそばにいたらみんなに悪く言われちゃうじゃん。だからもう十一以外、うちらを悪く言うやつみんないなくなってくれなきゃ。うちはもう十一と一緒にいられなくて。でも本当はいいのかな。うちまた十一の友達になっても、友達としてみんなと遊んでも許してくれるかな。許されなくとも、わしが守ってやる。大丈夫じゃ、ナナ。ダメだよ。うちらは堕天使。許されるわけないじゃん。ここまでやっちゃったのに、今さら戻れるわけないって。お帰りなさい。ナナさんと話せましたかい？うん。ちゅうか。まるで暴走してるみたいです。戦っておるんじゃな。え？ナナはあの中で心の闇と戦っておるんじゃ。死亡フラグ、貴様は離れておけ。生存フラグさん、仲直りまできっともうすぐなんじゃ。この喧嘩だけはわしに最後までやらせてくれ。わかりました。でも逃げません。見届けます。頼もしいな。さあ来い。すべて受け止めてやる。十一のバカ。なんだよ、捨てたって言ってたじゃん。捨てるものか。友達の証じゃぞ。すごいところにつけるじゃん。この格好じゃとなかなかな。あの日ナナが会おうと言ってくれたから目立つように胸につけておったんじゃが。そのせいで挟まって隠れてんだけど、バカみたい。もしかしてうちらってずっと最初から友達のままだったのかな。気づくのに随分と遠回りをしてしまったね。これまでもこれからもわしらはずっと友達じゃ。おかえり、ナナ。ただいま。
打天使退治お疲れ様。せ、ん、ぱ、い。シーズンフラグさん、髪綺麗ですね。そうか。特別なことはしておらんが。女の子は大切な人ができると綺麗になると言いますよね。まさか生存フラグさんにも。大切な人か。まあいないこともないな。え、そうだったんですか。生存フラグさんって意外と。そういうのではないぞ。わしにはお主たちがおるし、親友もおるからな。何より大切なものじゃ。というわけで、私たちがローソンプリントになって登場です。ローソン店内マルチコピー機で印刷できるらしいぞ。シークレットもあるんだ。これは絶対ゲットしないとね。ローソンプリントは2023年11月6日月曜日まで開催中よ。我が子たちの晴れ姿、最低10枚ずつは集めなきゃ。みんなもぜひゲットしてね。全力回避フラグちゃんライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめん。